こんにちは。サンドのささよりヒーローが好き、特撮出身のパンダです。今回は、例の新ユニバースロボの発売に触発されて、実に半年ぶりの特撮の謎グッズ特集の第5弾ということで、引き続き、なんでその商品出したんですか?と思わず首をかしげたくなるような特撮関連の謎グッズの数々を皆様にご紹介したいと思います。それでは、行ってみましょう。新ユニバースロボ。こちらは先日フリートークで話題にしたばかりですが、特撮史上最大級の公式が病気案件として改めて解説せざるを得ないでしょう。この度2023年5月に商品化が発表された新ユニバースロボ、庵野監督の手掛ける新ジャパンヒーローズユニバースの4作品、すなわち新ゴジラ、新エヴァンゲリオン、新ウルトラマン、新仮面ライダーの主役キャラクターたちがまさかの戦隊風合体ロボにアレンジされた闇鍋のような商品となっています。いやー、バンダイさんの悪ノリもここに極まれりですね。先日のフリートークでも触れたように、この手のヘンテコ合体ロボはここ10年の財団 B の密かなトレンドでもあり、超合金ブランドでは2013年のミッキー&フレンズを皮切りに、2014年の藤子 F 不二雄キャラクターズ、2016年のウッディロボシェリフスター、2017年のバズ・ザ・スペースレンジャーロボといった商品が出ています。さらに子供向け食玩の妖怪ウォッチの合体ロボや、先日発表された SMP のタイムボカンロボもあり、もはや財団 B の各部署がこぞってびっくりドッキリ合体ロボを送り出しているような状況なんですよね。今回の新ユニバースロボは超合金ブランドでこそありませんが、この流れの最先端に位置する商品であることはまず間違いなく、その異業ぶりはこれまでのどのロボと比べても際立っています。他の商品が原作のキャラを一旦メカニカルにアレンジした上で合体させているのに対し、こちらは原点から大きく変わらない見た目のまま寄せ集め的に合体しているので、余計にキメラっぽく見えるんでしょうね。詳しくギミックを見てみると、まず合体の中心はゴジラで、王道の胸ライオンならぬ胸ゴジラ。ウルトラマンとエヴァンゲリオンはそれぞれ分離して両腕と両足を担当しており、ドンブラザーズのドン鬼退陣よろしく合体後も前を向いた顔が目を引きます。一人だけサイズの異なる仮面ライダーはサイクロン号ごとパイルダーオンの要領で頭部を担当しており、ここは賛否の分かれるところでしょうが、ライダーを無理に大きくしないというこだわりは私的には好きなポイントですね。さらにはウルトラマンのスペシウム光線がゴジラの背びれと合体して剣になり、エヴァンゲリオンの AT フィールドが盾と胸部装甲になるというアイディアも光っています。また本商品の発表に合わせて特撮研究所の仏田博監督が直々に手掛けたスペシャル PV も公開されており、まさかの実写スーツまでも動員した戦隊風味 100% のハイクオリティな映像には思わず変な笑いが出た人も多いでしょう。実際発表当日は特撮ファン界隈のツイッターはこの件への反応で溢れ返り、ドン鬼退陣や庵野監督、グリッドマンユニバースの主題歌とかけた僕らのユニバースなど本商品関連のワードがトレンドを席巻したのは言うまでもありません。中には名作をおもちゃにしているなどと怒っている人もいましたが、これだけ話題になった時点ですでに財団 B の勝ちじゃないですかね。個人的には本商品が売れればいい意味で味を占めて、今後もこうした面白合体ロボがいろいろリリースされるんじゃないかと密かに期待しています。このロボ自体もエヴァは2号機、ウルトラマンはゾーフィー、ライダーは第2号に置き換えて、あとゴジラも何か色を変えたマイナーチェンジ版とかすぐ出せそうですし、いずれにせよこうしたカオスな商品も含めて今後新ユニバースのくくりでの商品展開が増えていくのは楽しみですね。ハローキティとファイズ。特撮関連の驚きのコラボ商品といえば、2018年に発表されたハローキティと仮面ライダーファイズのコラボも忘れられないでしょう。サンリオの看板キャラクターハローキティといえば、どんなジャンルとでもコラボする自由さから仕事を選ばないキティさんなどと言われて久しいですが、その自由ぶりを特撮ファンが思い知らされることとなったのが、2018年1月の超英雄祭にてファイズの15周年を記念して発表されたこのコラボでした。直後のサンリオエキスポでは匠役の半田健人さん、草加役の村上康平さんも登壇し、キティと並んで変身ポーズを披露するというカオスな絵面のファンサービスもあり、当時のネットではマジで仕事を選ばなさすぎ、これも乾匠ってやつの仕業なんだなど多くの反応が飛び交っていました。そもそもライダーシリーズ全体での商品展開ならともかく、過去の1作品が単体で取り上げられるということ自体このジャンルでは珍しいですし、ましてファンシーなキティちゃんと脈絡もなくコラボするというのが当時としては予想外すぎましたからね。特撮とファンシーキャラの取り合わせはかのゴジハム君を思わせますが、あれは
少なくとも映画のへーという明確な理由があったのに対して、こっちはマジで何の前触れもなかったですから。なお仕事を選ばないキティさんはその後も2019年には仮面ライダー電王、2020年には仮面ライダーディケイドとコラボしており、特撮以外ではガンダムやベイブレードとのコラボも話題になっていました。ちなみに本人が YouTube で語っていたところによると、むしろ仕事は全部選んでるそうで、やりたいことを全部やった結果が今なのだそうです。またサンリオとしても企業理念の世界中がみんな仲良くに反するコラボは受けないとの方針があり、人を傷つける道具になりうる包丁などの商品化やバトル要素のあるゲームへの出演などは NG だそうですね。わかりましたか、そこのデビルスマイル。ウルトラバイオリン、ウルトラシリーズの高額グッズといえば、第3回の動画で紹介した1億1000万円の純金ウルトラマンが金額ではダントツですが、話題性ならこちらのウルトラバイオリンも負けていないでしょう。何、最終回の1話前にもなってバイオリンの長寿の話をやった作品があった？そんなバカなことがあるか。本当なんです、信じてください。こちらは2015年のウルトラマンシンフォニーコンサート2015の開催を記念して限定1台で生産され、会場で販売された、文字通り宇宙で1本だけのバイオリンであり、全体のカラーリングはウルトラマンのボディを思わせる赤と銀でデザインされ、弦はウルトラマンのシルエットから放たれるスペシウム光線をイメージし、 F 字工は化学特装体の流星マークをかたどっているというこだわりの一品でした。気になるお値段は M78 星雲にちなんで税込み78万円であり、特撮グッズとしては相当高いですが、そもそもバイオリンという楽器自体いいものなら数十万円から100万円、さらに上は青天井という世界なので、そう考えれば良心的な価格設定と言えるのかもしれません。なおシンフォニーコンサート2015ではこのバイオリンによる演奏も行われ、その後希望者からの抽選を経て購入者が決定したそうです。いつか何でも鑑定団とかに出てくるかもしれないですね。ということで今回は特撮の謎グッズ特集の第5弾をお送りしました。この動画も好評であれば今後もさらに続けていきたいと思いますので、皆さんも取り上げてほしいアイテムのリクエストなどあればぜひコメント欄でご意見をお寄せくださいね。はい、最後まで見てくださってありがとうございました。この動画のシナリオは後ほどメンバーシップの限定投稿にて公開いたします。特撮女子パンナの活動はご覧のメンバーシップの方々と、動画を見てくださる全ての皆様の応援によって支えられています。このチャンネルでは今後も特撮に関するいろいろな動画を投稿していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いします。概要欄にツイッターのリンクも載せているので、こちらもよければ覗いてみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。特撮女子のパンナでした。